昆虫軍代表、クワガタ界の格闘王、パラワン大平田クワガタ。出ましたパラワン。はい、もうあの虫皇帝の名にふさわしいですね。はい、強いですよ。とにかく強い。はい、破壊力満点ですね。楽しみですね。はい、毒虫はちょっときついんじゃないでしょうかね。毒虫軍代表、タランチュラ界のビッグボス、キングバブーン。このキングバブーンもなかなかの試合構成ですね。しかしながら横綱です、はい、タランチュラ界の、はい、毒虫の中ではトップクラスですね。そうですね。ただパラワンは強すぎる。そうですね。あまりにも強すぎますからね。はい、どういった戦いを挑むか。でもまあ大将戦のようなもんですね。はい、ファイ。さあ注目の一戦です。さあ後ろ向いてるとまずいですよパラワンに。はい、あでもこの牙もすごいですね。ただ歯が立たないんですよね。硬いんでこの走行はかなり硬い。そうですね。はい、もうクワガタの中でもトップクラスに硬いですからね。なるほど。わ、上から、あこれは、あっと今うまいことね、噛んで。うまいですね。はい、ただね裏も硬いんですよ。なるほど。これ兜だったらまだね裏側が若干柔らかいんで、はい、あ挟まれた、やばい。あ足取れましたね。足が取れましたね。一撃ですよ一撃。すごい、あっという間です。いやあ動いてますね足が。ね、一瞬でした。トカゲとかだったらあっちに気を取られるんですけどね。パラワンはそうはいってませんね。ああ挟まれますよ。まだ挟まれた。挟まれた。はい。いやいやいや。ああでも逆にまた噛んだ噛んだ。裏か噛んでるんですけど。ね、ああでもこの体勢はまたここで。行っちゃいますかね。下から攻めてますが。もうね、はい、キングバブもよく戦ってるんですがね。そうですね。もうでも体液まみれですよパラワン。ああ挟んだ挟んだ。これはまた、あ、2本もう勝負ありましたね。はい、ありましたね完全に。あこれも時間の問題でしょうか。キングバブーン戦闘不能。ここですね。もうここでもう体液も出て足も取れて、そうですね、はい、キングバブーンもね、はい、牙を立ててたんですが、そうですね、はい、ここはもう頭部にさっと。この状態でもでも戦闘意欲は失ってないですね。そうですね、やっぱさすがは横綱タランチュラ界の、ね、まあ意地は見せましたね。はい、ただいまの試合、昆虫軍の勝利。